米沢義博は、日本の漫画評論家、大衆文化評論家、編集者、コミックマーケット準備会の第2代代表である。有限会社、コミケット取締役社長、日本漫画学会理事、手塚治文化小選考委員、日本オタク大賞審査員なども務めた。オタク四天皇の一人に挙げられる。愛称は、米案。名字について、戸籍上は、 米沢表記であるが、普段は米沢表記を使っていた。妻の栄子は、サークル、迷宮以来の仲間。コミックマーケット準備会代表補佐として、夫と共に運営に関わり、夫の死後は、準備会副代表、有限会社、コミケット社長に就任した。栄子との間には一男二女の三人の子供がいる。熊本県熊本市出身。 食料庁に勤務していた父の元男二人、女一人の兄弟姉妹の長男として生まれた。二、三歳の頃、最初は親の勧めで漫画を読み始め、小学生になる前から自分で近所の貸本屋数券に通い詰めるようになった。手塚治虫や水木しげる作品のファンで、中学時代に同人活動を始め、同人サークル、あず漫画研究会に、 自作の漫画を多数発表した。熊本県立熊本高等学校時代は、学生運動にも参加し、佐世保校での米軍原子力空母の入港反対闘争に加わり、火炎瓶を投げたり警察に補導されたこともあった。高校時代、松崎正春の主催する SF サークル、九州 SF ファングループに参加し、後の SF 作家、梶尾正春との交流が始まる。 1972年、一郎を経て、明治大学工学部に入学し、上京。大学のサークルは、漫画研究会には属さず、SF 研究会に所属。自作の漫画導人誌を引っ下げ、漫画研究会に喧嘩を売りに行ったこともあったという、明大在学中から漫画批評集団、迷宮に参加。迷宮の導人として、1975年からの、 コミックマーケット開催に加わり、1980年から2006年夏までコミックマーケット準備会代表を務めた。また、黎明期のコミックマーケットで活動していた漫画家、東秀夫のファンとして1980年代前半頃まで活動を行い、足間春名義で第二本東漫画振興会を主催し、導入し、東秀夫に花束を、を出版。 アズマファンによる独立系出版社トラウマ処房にも参加した。なお、アズマの不条理日記に登場する架空の本、クルムヘトロジャンチョ、ヘロ、フル、ムマカオメラが実際に地下社から制作、刊行された際には執筆協力も行っている。準備会が独立した組織になったのは米沢が代表になってからだという。また、準備会自体は、 任意団体なので1985年、外部取引などのために株式会社コミケットを設立し、米沢が社長を兼務した。この間にコミックマーケットは飛躍的に発展、規模はサークル数にして100倍になった。また、毎回発行されるカタログ、サークル参加者への呼びかけであるコミケットアピール、1994年から始めた広報誌コミケットプレスでは、 必ず米沢の挨拶が冒頭に来るしきたりであった。2006年2月になって定期検診で肺に影があると診断を受けたが、精密検査を受けたのは5月末になってからだった。7月に肺がんの告知を受けたが、身内などごく少数以外には、この事実は伏せられた。その8月のコミックマーケット72は入院先の病院から参加し、周囲には、 ぎっくり腰と説明していた。その後、帰郷して病気の母を見舞った無理も手伝い病状が悪化。9月30日、健康上の問題を理由に準備会代表の退任を発表した。後任は共同代表制を取り、安田かほる、筆谷義幸、市川光一の3人。翌日の10月1日午前4時40分、東京都渋谷区の病院で肺がんのため生去 去年53歳。通夜、葬儀は、東京都港区の全区寺で、米沢家とコミックマーケット準備会及び、有限会社コミケットの合同葬で取り行われた。2006年12月29日から31日に、渡って開催された、コミックマーケット71では、カタログ等での事前告知を行った上で、最終日の終了アナウンスの直前、 31日の15時59分に、場内放送による呼びかけにより、米沢元代表へ黙祷が捧げられた。時間にすれば30秒足らずだが、終始騒がしい会場が沈黙に包まれていた。また没後の2007年には、ファン活動による功績により、第38回星雲賞特別賞を受賞している。米沢の旧姓から現共同代表への、 体制以降の舞台裏については、コミックマーケット40周年誌、フォーティースコミックマーケットクロニクルに掲載された、松と博による、ルポルタージュ代表が変わった日に詳しい、大学在学中から漫画雑誌の編集やライターなどとしても活動していた。同入誌、漫画新批評体系の活動で漫画評論を行う。また、当時、 三流劇画と称されたエロ漫画との関係も深く、1979年には、編集長の亀和田武史退職後の劇画アリス氏の編集に、迷宮として加わっている。その後は、漫画起装展外の編集者となった。主な著書に、戦後少女漫画誌、戦後 SF 漫画誌、戦後ギャグ漫画誌からなる戦後漫画誌三部作などがある。この三部作の成功で、 これまで世間的な認知の薄かった漫画評論が注目され、米沢は漫画評論家としても活動するようになった。漫画誌関連の著作は多く、旧制直前まで戦後色漫画誌をアックス氏に連載していた。市川によると、一つの時代一つのジャンルだけでなく漫画の全体を把握していた百科事典みたいな人であったという。また、 コミケットに参加していたプロ作家として交流があった。漫画上源本太郎も、米沢は漫画の百科事典だった。漫画のことでわからないことがあると彼に聞けばすぐ答えが返ってきたと語っている。藤子藤朗義 F と A の方程式で2002年に第26回日本児童文学学会賞を受賞。また、漫画の大コレクターでありながら、コレクターにありがちな偏屈さがなく、 人に好かれ信用される性格であった。別冊対応で構成を担当した一連のシリーズは多くのコレクターから本や漫画の提供を仰いだが、米沢が依頼すると普段は偏屈なコレクターでも気軽に資料を貸し出ししてくれたという。米沢義弘記念図書館2008年、母校の明治大学が米沢の蔵書の一部を受け入れ漫画資料の記録保存書として 米沢吉弘記念図書館を開設する計画を進めていることが明らかにされ、2009年10月31日に開館した。18歳以上であれば、学会社も閲覧が可能。米沢は自己主張をあまりせず、異なった意見の持ち主も排除しないやり方をとっていた。コミックマーケットでは、表現に対する自由性を理念に掲げ、 批判者を排除しない姿勢を強調した。また表現規制に対して一貫して批判を行っていた。松文官裁判でも被告人を有罪とした一審の東京地裁判決を論理もなく無茶苦茶なもの判決文をよく読むと三権分立は否定され現行の司法システムに則っ,っておらず憲法や刑法さえないがしろにされていることがわかる一言で言うなら 魔女裁判であるなど、強く批判している。しかし、全面対決の姿勢は取らず、コミックマーケットの実務では、正規の修正について、むしろ率先して厳しく自主規制を敷かせる一面も、あった。これは、コミックマーケットという場の存続を重視し、無理を避けたためと言われている。一方、1981年のコミックマーケット分裂騒動では、 フュージョンプロダクト氏の取材に来た者からメモ書き原稿を見せてもらい、事実関係の訂正のほか、微妙に自分よりの内容にして、編集部に送るという大胆な行為にも出ている。米沢は取材側に無理強いせず、雑談の体で自然に行動したためそのまま通ったという。趣味は釣りと古本収集。好物はタバコとコーヒーとコーラ。また、 アメリカのパルプマガジン、アメコミ、おもちゃ、SF や映画関係グッズなども収集しており、アメリカ B 級グッズミッチという著書がある。タバコについては、肺がんの告知を受けても入院してからでさえ喫煙を止めようとはしなかったという。ドクター、モローの漫画など、コミックマーケットのカタログやコミケットプレスでは常にタバコをくいらせた姿で描かれた。 漫画のキャラクターデザインは、東秀夫である。家事や料理は、自分で作るが、後片付けはしなかった。逆に大嫌いなのが人参。22年間米沢家では人参を買ったことがなく、たまたま買ってきたのを見るとすぐさま捨てた。また外食で人参が入っていると、どんな高級店であっても、この店は下品だ。と非難したという。また、自分の用紙に自信を持っていて、 身内に対しては、僕の美しい顔が、口癖のナルシストでもあった。妻と旅行に出かけると、長年の嗅覚で必ずその土地の古本屋を探し当てて立ち寄った。墓所は二つあり、うち一つは、神奈川県川崎市玉区の春秋園。もう一つは、地元熊本に存在するが、場所は、非公表である。別ペンネームとして、足間春を用いることもある。 この筆明による主な著書、編書は漫画導入誌へとセトラ、漫画アニメ導入誌ハンドブック等。他に使った名義は、相田博史、久保中場、な博ば、博など。米沢が死去した翌年の2007年度の手塚治文化賞において、従来大きな功績のあった個人に与えることが多かった。特別賞を与えるべきだ。という声が審査委員の中で多かった。 しかし、朝日新聞社内で検討した結果、受賞は見送られた。審査委員の石川淳によると、コミケの判決問題がやっぱりネックになったという。その代わりと言うべきか、2007年に、西運賞特別部門を受賞した。その後、上述の米沢義弘記念図書館の開館を受け、その業績が見直されることとなり、2010年に、 漫画研究の基礎資料の収集と評論活動などの幅広い業績に対してとして、第十四回、手塚治虫文化賞の特別賞を受賞している。川本孝二、劇画アリスと、少女アリスの日々米沢栄子ほか、米沢義弘に花束を、ドラウマ処方2007年8月58から59ページ、米沢義弘記念図書館、米沢義弘、人と仕事年譜 後半月刊コミックアゲイン1979年11月号、P140、東秀夫にぐっとくるので熱っぽく好きよと言いたい足間旬、春、そうだよと読む。元、NHK の間用は、間豊か。近況、手塚治文化商工式サイト内紹介ページ。ただし、第1期は、米沢武隈が監修。第2期は、米沢、宇田川武雄が監修。 ありがとうございます。